人生を過ごすために欠かせないお金のお話にしたいんですけど、こちらちょっとイラストを見ていただけますでしょうか。これまでのですね、セカンドライフのイメージっていうのは、まあ先ほどその高度20世紀のお話もありましたけども、こういった、退職金が退職以後のですね部分があるかと思うんですが、これ資産が減ってしまうリスクが数多くあるんですが、このあたりについて堀江さんいかがですかね。これ実際どうなんですかね。その年寄りになって、その金がなくなるとどうなるんですか。持ち家がない場合の人がみんな不安がってますよね、やはり。でも不安がってはいるんだけど、じゃあそういう人たちは乳母捨て山に捨てられるのか、もたれ死ぬのか。でも生活保護もありますから、最悪ですよね、だから僕は何を怖がってんだろうと思ったんですよね、今までの生活レベルを保てないことへの恐怖感ですね。だからよくゴルフ場で聞くのが、その年金生活になった瞬間にものすごくケチになって、ゴルフ場が困ると。でなんかお昼とかゴルフ場 の, その1500円とか2000円のお昼が食べられないので、なんかさっさとスループレイしてガストに行くみたいになるそうなんですよ。なるほど。そういうのが嫌みたいです。まあでもそういう人たちが平日の昼間とかプレイしてますよね。そうなんですよ、プレイできるぐらいの余裕があるんですよ、それでも相対的に不幸せなんですよ、それまでの贅沢に比べて。そうなんだ。でもまあまあまあ、でも頑張ってお金を貯めて、っていうか節約して月 1,2 回のゴルフに行くのが本当に楽しみで楽しみでしょうがないみたいなおじいちゃん多いですよね。ゴルフに行けない人たちがスポーツクラブや図書館に溜まるんで、またその問題になってるんですよ。図書館でその一人が新聞とか雑誌をずっと占有しちゃうとみんなが見られないので、ちゃんと何分以内に回さなきゃいけないみたいな暗黙のルールとか、あとスポーツクラブはそういうお年寄り多くなりすぎちゃって若い人が役に行かなくなっちゃって、そう、もうだってあのね、スポーツクラブ の, あのお風呂とかサウナって戦闘状態ですよね、そうなんですよ、本当毎日来てるそういう高年齢だから、ね、だからクラスターが発生するとかわけわかんないことになっちゃうわけですよ、だからそういうおじいさんやおばあさんを見てると自分がああなりたくないなと思っちゃう若者がいるということです。別におじいさんおばあさんが本当に不幸せかどうか全くわかんないんですけど、ただあのライフスタイルを良しとは思えないと。でもさ、そんなお金かかんないでしょ、本来かかんないですよ、ぶっちゃけ。そのだから僕大体なんか生活保護とかなっちゃってる人たちとかも、そのよくまあ話題になるけど、携帯代が月3万円とか、わけわかんねえよなって思いますよね。格安SIMお前ら知らねえのかとかすごい言いたいんだけど、そういうところの方が僕リテラシー格差っていうか、そっちの方が僕あの問題かなと思ってて、その辺のコンサルティングをしてあげた方がいいんじゃないかな、この人たちはっていう。だってすごい時代になりましたよね。僕が例えばだから子供の頃で携帯もなかったし、ネットフリックスもなかったし、だけど今ってそのね、格安 SIM でもいいからネットにつながれば、その別にゲームもタダでできるし、もうつむつむみたいなゲームだったら一生やってられるじゃないですか。僕やんないですけど。本来お金がなくてもできるライフスタイルがあるはずなのに、それを知らないまま、なんか不安の幻想に怯えてるわけですね、多くの人は。そうなんですよね。だからどう考えても生活保護のお金で豊かな暮らしは僕はできると思ってる派なんですね。やろうと思えばできます。できますよね、だそれがなんかそのみんなできないんだよね。それが逆に堀江さんだから言えるんでしょになっちゃうんですよ、みんなに言わせると。そうなんですよね、だけど僕が永遠にお金持ってたって思ってるんだよね、みんな。あと別に堀江さんも生活保護になったら生活保護になってすっごい楽しい生活してそうな気がしますよ。そうなんですよ、僕ほら刑務所でそういう刑務所、楽しい刑務所じゃないっていう、ご飯も美味しいって言ってましたもんね。ご飯も美味しいし、本も読めるし、ご飯が楽しみなんですよね、で決まった時間に起きて決まった時間に寝るっていう、痩せるしね。3食温かいちゃんとした調理したものが出るとすごい贅沢ですよね、すごい贅沢です。しかも1日の食費がね、多分400円とかなんですよ、あ、結構のいい金額ですね。300から400円ぐらいの間だったと思いますけど、まあ、大量に作るとご飯って美味しいんですよね、本当に。いやもう絶品でしたよ、本当に。ご飯も麦飯になれると美味しいんですよね。唯一の欠点は塩分消費量を規制されてるんで、薄いんですよ。だからたまにレトルトのパックが、レトルトのパックを計算に入れてないんですよ。あ、そっか、その分忘れてるんで。そう、レトルトの皿の味噌煮とか、レトルトのビーフストロガノフとかたまに出るんですよ。めっちゃ楽しみです。美味しかったですよ。豊かでしたよ。まあどうでもいいやん。そうです。いやで。実際資金っていくらぐらいあれば、一番簡単なのは、要は年金とか副業とか年齢でもいいんですけど、収入に対して支出の方がより少なかったら1円もいらないんで、下手すると。
だからそこの設計ができるかどうかだけですよ、うん、だからどんなにあったって収入より少ない支出の組み合わせで老後を迎えたら誰でも不安ですよ、うん、そこのバランスだけですよ、うん、そこのバランスの部分でみんなそこを見えないで怯えてるという状況、ね、だからちゃんと計算してみればいいんですよ、ね、大事なことって僕人間関係と、はい、あの健康の方が全然大事だと思います、うん、優先順位としては僕絶対そっちだなと思ってて、うんうんうん、まあ、とにかく適度な運動をずっと続けることと、うんうん、人間関係にダイバーシティ、まあ、要はすごい多様な人間関係を作り上げること、この2つがすごい重要だなと思っていて、で健康に関して言うと、例えばだから歯周病の人ってやっぱその認知症になりやすいっていう研究結果もあるので、そういったものを認知症、生活習慣病、がんとかいろいろ全部出てますよね。あ、確かにお金の話でばかりじゃなくて健康とか人間関係もしっかりと老後に困らないように準備しとこうと。健康と人間関係さえあればお金いらないと思ってます、うん、どっちかっていうと。まあ、お金は国がくれますからね、最悪くれるじゃないですか、うん、くれる額がね、うん、刑務所以下の生活だったらそれはあれかなと思うけど、うんうん、めちゃくちゃリッチな生活できますよ、うんうん、健康と人間関係は国がくれないというのが名言ですよね、うん、そうだから、うん、そう健康と人間関係はくれないんで、特に僕人間関係さえあれば困った時にやっぱどんなやつでも助けてくれるんですよね、うん、それぞれ人にはいいところがあるんですね。いいところだったね。助けるのが気持ちいいんですよ、人間って。あ、さっきの話です。さっきの話と一緒です。自分が助けられる場面がある時は助けるとなんかこのオキシトシンが満足するんで、うん、あ、なるほど、快感なんですよ。快感なんだ、そう、助けるのは誰かのためになってるとかってことです。じゃあそれに頼ろう。だからなんか人に頼るっていうことに慣れてた方がいいですね、うん、そうですね。困った時に困ってます、助けてくださいって素直に言えるプライドのない人が、うん、いいと思いますよ。みんなね、それができないんですよ、うん、堀井さん意外と言ってますよね。いや、僕すぐ言っちゃいますよ、ね、すぐ助け求めちゃうんですか、うん、助けてくださいって。つながり増えればそれこそさっきの遊び方とか楽しみ方も増えるし、自分が知らない可能性があって、そうですよ、だって麻雀とゴルフだけでも相当楽しめますよ、うん、そうなんですよね、うん、はい、ちょっと質問が来てるんですけど、勝間さんに老後のことも含めて持ち家と賃貸だと賃貸派ということですがどうしてですかという、これもう本当永遠のテーマのように、まあ、各所で、お話しされてる部分もあるかと思うんですけど、まあ、土井さんが言った通りまず自由度が高いというのと、うん、今持ち家持ってるのも資産形成につながらないんですよ、うん、で結局自分 その総収入、例えば2億円とか3億円ある中で、うん、5000万円とか1億円を住宅ローンに突っ込んじゃうと、うん、こう資産ポートフォリオの中でバランスが悪すぎるんですね、うんうん、で結局賃貸で運用したとしてもせいぜい年利 2% から 3% しか回らないということは、うん、私たちもそれぐらいしか払ってないということなんですね、うんうん、でそれを考えたらもし本当に不動産が下落するリスクをヘッジしたいんだったら、うん、リートを買っておけばいいんです、うん、でリートを買った上で賃貸に住むというのがいいですし、特にですね持ち家志向が強い人って、ね、さっきの従業員の人たちなんですよ、うんうん、で従業員だと賃貸にしても経費で落とせないんですけれども、うん、自営業とか法人の人たちというのは経費による参入ができますので、うん、まあ、一応自宅もできるんですけど、うん、厳密に言えば減価償却をして、うん、ただそういう意味で自由度が圧倒的に高いので、うん、もう賃貸にした方がいいですよねって、それだけです、うん、で賃貸もみんな高い高い言うんですけど、うん、安い賃貸探さばいくらでもあるんですよ、うん、買うより安い賃貸ってむちゃむちゃありますよ、うん、どういう賃貸かというと、うん、オーナーが買ってぶん投げちゃった賃貸です、はい、買ったはいいけど住んでない住宅ってたくさんあるんですね。とそういうとこは大手が賃貸出してるんじゃなくて個人が賃貸に出してるので、うん、相場の2割減3割減って平気で出してるんですよ、うん、だからその辺に住宅ローンを組んでプレミアムの分銀行とか住宅会社に払うぐらいだったら、うん、そういうオーナーがぶん投げちゃった2割3割安い賃貸に住んだ方がよっぽど障害でいったら、うん、下がりますよ。なんでまだこんなレベルの議論してんだってずっと思ってて、僕はもう家もすらもやめちゃったから、うん、もうホテルだって今ホテルだと GoTo トラベルってめちゃくちゃ安い。多分一泊下手すると2000円とか3000円ありますよ、ね、東京でも2000円とかで泊まれますよ、はい、うんうん、やばいっすよ。そしたら借りれるより全然安いですよね。そうなんですよ、本当十数年前から堀江さんそのことをおっしゃってるんですけど、いまだにやっぱり持ち家派が8割もう賃貸派が19で、なかなかやっぱりこう賃貸派が増えてこないですよね。低金利だから今やっぱり持ち家なんだ、洗脳ですよ、洗脳。だから低金利なので名目金利の話であって、うん、みんなね実質金利って発想がないんですよ、うん、だいたいなんか買った瞬間に新築プレミアムが剥げ落ちる上に土地が下がっていくような物件買ってどうするんですかっていう、だから都心部にあって確実に上がるようなものを投資で買うのは私は全然止めないんですけれども、もう田舎の一軒家なんか買った瞬間に負債ですからね、うん、
いや本当ですよね、うん、みんなあれ資産だと思い込んでるのが面白いですよね、うんうん、そうなんですよ、うん、まあ、うちの親なんか見てるとすっごい分かりますよね、うん、一番ダメな投資行動しますいや私のためにマンション建ててくれと、ええ、私は管理人をやるからとのんびり暮らしたいんだって、そんなことしたらボケるし、うん、マジで資産形成につながらないし、うん、だったらあの年金で足りなかったら俺お金送るからその黙ってボランティアでもしてくださいって、でも僕はそれに成功しましたよ、あの結局母親はあれですから、うん、あのなんだっけあの学童保育やってますから、はい、あいいですね、一番いいんですよ、うん、学童保育がボケないから、うん、でもそれこそお母さんも子供たちに慕われてるのが嬉しいんですよ、学童保育で、あの嬉しさですよ、そう、まあ、よく分かんないんですけど僕はその理解はできないんですけど本人はその孫みたいな子供たちに囲まれて生き生きと仕事ができてるからボケにくいよね、うん、でそれはいいことですよね、うん、だからなんか一軒家ってもう完全に周回遅れの論争というか話だと思ってるし、いやもう賃貸ですらないでしょって思ってますよね。ワーケーションとか行ってる場合にはなんか全然そういうことを進めないよ。まあ確かにワーケーションしてると賃貸がデュアルになっちゃうんですよね。そう、だからデュアルにしなくてもいいんじゃねみたいな。私も千葉と両方借りてるんで、結構確かに千葉にいるとき無駄だなと思ってますよ、東京の家、うん、そうで荷物をあのミニマム化する今実験をすごいしてるわけですよね。ホテルに泊まり歩けるぐらいの、そうだからもっと僕ミニマム化しようかなと思って、多分最後に来るのが服の問題なんですけど、うん、まあ、最近ね、はい、まあ、今日は違いますけど、はい、うちのそのお店の T シャツとかをいつも着てるんですよね、うん、宣伝のために。だからそれで良くなっちゃった、うん、ほとんどお店のグッズで全部こと足りるかなみたいな、うん、今スウェットとかも作ってますから、まあ、家も借りればいいし、私も服も普段借りてるのでそれで十分ですよね。サブスクの使ってらっしゃるんですね。サブスク 2セット借りてるんで、それでぐるぐる回せば十分ですから、ね、ホテルに対して僕唯一これ直せっていうのがあるんですよ、ええ、何だと思います？いろいろありますけどね、ホテル直してほしいこと。え、何があります？僕はね、ドライヤー隠すのはやめてほしいんですけどいや、あの、高級ホテルであればあるほどドライヤーを隠すんですよ、はい、目立たないようにしてるってことですか？そう、意味わかんないですよね、はい、いつもぐるぐる巻きにしてしまいましたいや、その点ドーミーインとかすごく良くて、はい、絶対見えるところに置いてあるし、はい、あと安っちいホテルはすごくエアコンが家庭用でいいんですけども、高いホテルで逆にセントラルのエアコンなんてすごい使いづらいです、うん、私あれ嫌いです。あ、セントラルの ね、あれ良くないですよね。なんかハネウェルとかのね、なんかコントロールパネルがあったりとか、古い古臭いコントロールパネルがあって、人もちゃんと動かなくて、だからスーパーホテルとかに普通の家庭用エアコンを普通に置いてくれればいいんですよ、1台、うん、あ、本当ですよね、僕ねテレビがすごい嫌で、あのなんかよくわかんないホテルにカスタマイズされたテレビあるじゃないですか。あります、あの HDMI とか使えなくなってるやつ、はいはい、そう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 で今の家庭用のテレビって大体ネットフリックスボタンとかあるじゃないですか、ああいうのがないんですよね、うん、アップル TV とかなんかね、ファイアースティックぐらい置いときゃいいのにって大した投資じゃねえだろうと思うんだけど、もうなんか自社の独特な障害ページと、なんでなんですかねあれ、まあ、だからペイチャンネルが大体セットになってるとか、コスタメズが入ってるんだと思いますよ、ペイチャンネルが入ってるから大体。でもペイチャンネルなんかもう今どき見ないですよ、あの割高なの。だからホテルの経営ってなんかおかしいなと思って、俺今度ホテル経営しようかなと思って